国鉄地機7000系貨車は、日本国有鉄道が1975年に製作した貨車である。長物車の申請は、戦後間もなく、地機2600型が製作されたが、それ以降は一部を除いて申請はなく、余剰車からの改造で製作されており、1970年代になっても地差100系、地機1500系、地機3000系、 地機四千型などの戦前、戦時制の長物車が未だに使われており、長物車の近代化は他の貨車に比べて遅れており、老朽化、陳腐化が否めなかった。これらを置き換え、長物車の近代化を図るため、29年ぶりに申請されたのが本形式である。本形式は昭和49年度3時。 債務車両として日本車両製造、三菱重工業で150両が製作されたが、国鉄の財政悪化に伴い、単年度で製作が打ち切られた。その後の増備は1977年に、古機5500系の余剰車を改造した、地機6000型に移行した。1962年製の地機2700型で導入された、車体長13900ミ、mm、リメートルの、 大型車体を採用し、荷重は35トンである。床面は、転動防止と汎用性を考慮して、木製とし、防腐剤による処理がなされている。ブレーキ装置と台車は、同時期に製作された時に万5 0 0 0系、最終造備車に順じ、台車は、スリーピース改良型の TR213 バイトから、1系、ブレーキには、アースド方式積空ブレーキとし、 ブレーキシリンダゴム製ダイヤフラムを採用した両側ブレーキである。次長は16.0トンで換算量数は赤車4.0、空車1.6である。本形式は国鉄が財政難の時期に製作された車両であるため、本格的に量産されるには至らなかった。落成後は汎用長物車として全国各地で使用されたが、 国鉄末期になると長物車を使った貨物列車は次第に機動性に優れたトラック輸送に置き換えられ、長物車にも余剰車が発生し、本形式も例外でなく大部分が余剰廃車となった。1987年4月の国鉄分割民営化に際しては、北海道旅客鉄道に1両、東日本旅客鉄道に2両、西日本旅客鉄道に13両、 九州旅客鉄道に5両、日本貨物鉄道に24両の合計45両が継承された。旅客鉄道会社に所属する車両は事業用に使われており、2021年4月1日時点では JR 西日本に12両在籍している。JR 東日本所属車両は2010年時点では2両が在籍していたが、東日本大震災で被災したため、 2011年3月12日付で廃車となっている。JR 貨物に所属する車両は地域6000型とともに陸上自衛隊の機材輸送列車用として運用され、2010年4月時点で重量が在籍している。ありがとうございます。